運命変わった。運命変わった。そう、運命が変わったかもしれません。5年お父さん住んでるのに、初めて人身事故というものがあって、こんなに普通人いない店、駅やのにこんなに人が集まってるという、これはどういう意味か。元気に行くなという感じの刑事。なんやそれ。どうしよう。あ、スタッフ落ちてるわ、ほら。元気、あれ落ちてるわ。ほらほらほら、見て、ほら。ね。日本半獣団ということになりました。わーわーわー。ネジウマたちももういません。ご覧の通りです。